はい、はい、完全防備で、はい、今日やるのはエミューのパドックに素材になる藁を敷こうということで、うん、はい、はい、行きましょう。ついにエミューは卵を産むかもしれない。最近寒くなってきたのでそろそろ産み始めてもおかしくないですね。あ、いた。はい、赤っ。はいはい、なるほど、大変だ。なんかこれの正式名称って一輪車なんですかね。そうなの。うん、あれ猫車っていうのは正式名称じゃない。なぜ猫車というのか私は知りません。でも一輪車ってさ、一輪車ってこれじゃない。それサーカスじゃないくせ、なんかあの小学生がやってそうな、はい、なぜ猫というのでしょうか。よいしょ、ではバサッて積んで運ぼうかな。はい、うん、なんか発酵してる匂いがするな。運びやすい。あ、いいよ、普通にハンディで撮っててもいいよ。軽い？あ、軽いし、なんかなんとも運びやすいこの形になってるんで。あ、本当だ。もう一束ぐらいかな、多いかな。なんとも香ばしい匂いが。香ばしいっていうか、ちょっとあと発酵乳酸の匂いしますけど。よいしょ。納豆が。こんなもんかな。納豆が出てきそう。匂い。よいしょ。いけるかな。そう、軽、すごく軽いんだよ。ほぼほぼ猫の重さ。うん。積み方が悪いか。あ、いい感じですね。はい、いけますね。なぜか後ろ向き。前にしよう。果たして。はいはい。これでうまい具合に巣を作ってくれるんでしょうか。ねえ、なんか若干丈が長い気もするんですけど、大丈夫かな。で、私たちが張ったトラップがあるんで。邪魔くせえ。皆さん、ここにね、触れたら電撃が流れるようにはハッてあるっていう。電撃は流れないし、リンボーダンス。あー、はい、いいよ。はいはい、いや、これはこれでままではさすがにあれなので、おうち完成。ハサミを持ってきて、その紐を解いて鳴らしてあげますかね。よいしょ。あ、早っ。どうするか。で、この小屋も今使ってないっぽいんですけど、うん、なんかね、あったかく良さげにしといたら入ってくれないかな。せっかくあるし、あるし、雨風、風をしのげるのにね、うん、この中にもちょっと入れよう。ほら、卵産みたいだろ。卵産みたいだろ。よいしょ。うん、こんなんでいいのかな。わかんないね。ベッドメイキング中。どうしておいたら、そう、ベッドメイキングなんですけど、ベッドメイキング、エミューのベッドメイキング初心者だからわかんない。ダチョウはわかるんですけどね、ある程度。だって、あの砂を置いて丸くして、くぼませて、きた、さあどうでしょうか。
ごめん、まだメイキングしてないよ。一緒に巣を作ろうぜ。一緒に巣を作ろうぜ、草だ。振られた。あ、振られてない。どう？この辺いいと思うんだけど、どう？これだけあればみゆちゃんがドスンって座れると思うんだけど、どうでしょう、ね、うん、いいと思う。うん、いつもあの座り方痛そうなのに。わかるわかる、ドスン。絶対そこら辺で座ってるより、ここで座った方があったかいよね。わかんない、こんな感じ。ちょっと気持ちも悪く、うまいうまい。どうですかね。見える見える。エミューのベッドメイキング初挑戦。いいね。あとはちょっと本人たちに、本長たちにやってもらって。巣作りはさ、エミューはどっちの仕事なんでしょうね。なんかダチョウはオスが掘るじゃん。うん、え、でもわかんない、そうだね。うん、一緒に作って、そう、どっちも巣が産んで。あ、でもあれでしょ、オスはもう卵を飲まず食わずで、そうそうそう、メスは産むだけが仕事って書いてあったんですけど、その前のこれはこれもでもオスなのかな、わかんない。やばくない、オス。頑張りすぎだよね。あとはこれが他の鳥さんたちに荒らされないことを願いますが、ここに入ってるの見たことないよね。一回もない。ない。あんまりお家としては人気がないんでしょうかね。でもどうなんだろうね。ここにもしヒーターを吊るせれば、ヒーターを吊るせばほら夜明るいじゃん。オレンジっぽいじゃん。確かに。え、ここ上にヒーターあるよ。あ、上に電源がある。そう。そうなんですよ。なんかできなくもない。厳冬器はつけてもいいかもね。はい、こんな感じでしょうかね。はい。よいしょ。いいですね、きっと何かが住んでくれることでしょう。はいはい、はい、以上エミューのベッドメイキング初心者講座でした。はい。バイバイ。